衆は家の人に頼んで裏の原っぱに杉の苗700本を実にまっすぐ実に間隔正しく植えました。この杉はあんまり大きく育ちませんでしたが、いつまでも子供たちの遊び場になっていました。という歌を歌います。ところが次の日、賢十は納屋で虫食い豆を拾っていましたら、東京街道、その次の列にはロシア街道、ロシア街道、東京街道です。